こんにちは、トベちゃんです。グです。私は今、成田空港の第2ターミナル出発ロビーに来ています。本日は、ね、出発じゃないんですよ。24時間、成田空港の中で過ごしてみましょう。5年間ぐらいね、YouTube やってるんですけども、こういう企画をするのはきっと初めてなんじゃないのかな。なので初企画ということでどんな展開になるのかぜひ楽しみにしていてください。本日12月2日の今午後2時ちょい前ぐらいなので、明日12月3日の午後2時、まあ、ちょっと過ぎぐらいまでこちら成田を存分に楽しんでこようかと思います。何も食べないで急いで準備してきたものがお腹空いちゃってるのね。だからまずご飯食べに行きます。成田アニメデッキというこちらのお店なんですけれども、残念ながら臨時休業中でした。今から他のお店を探します。ここの成田アニメデッキに関わらず、成田空港内にあるレストランっていうのは臨時休業中のお店がとっても多いです。それはインサイドアウトサイドどっちもなんですよ。だからね、食べ物屋さん探すの結構大変かも。比較的やってるかなって思ったのは第3ターミナルのフードコート、あそこはね結構やってるかな、うん、時短営業とも特別書かれてなくて、だいたい夜の8時ぐらいまで営業されてるお店が多いかなっていう印象です。残念、超残念、面白いと思ったのにね、残念です。いただきます。めちゃくちゃお腹空いた。すごいわさびのいい香りがする。これすっごいお腹空いてたからもう言葉がね出ないの。もちろん何でも美味しいんだけど、今すっごいお腹空いた状態で食べてるからすっごい美味しい。わさびの香りがねする。今私の後ろに見えている簡易的な展望デッキがあるんですけれどもね、ここ私思い出がありまして、私のおばってねアメリカに住んでんの、たまに帰ってくるんですよ。でね、私の父がここ成田空港まで毎回送って帰るんだけれども、毎回ここまでここでね、もうこれ死ぬまで会えないかなって必ず言ってたの。だからなんかここに来るとすごいしんみりする。というわけで私はこれからカプセルホテル9アワーズ成田空港に泊まっちゃいます。
今私第2ターミナルにいるんですけど、これから第1ターミナルに、ターミナル連絡バスを使って向かいます。第1ターミナル来ました。第1ターミナルに来た理由は展望デッキです。A 滑走路が見えるそうなんですよ。飛行機を見物しようということになりまして、こちらに来ました。で、今からまずね、コーヒー飲みたいから、スタバでコーヒー買って、で、展望デッキ行きます。展望デッキに行ってきました。展望デッキはね、思った以上に人がいた。今ね、ちょうど5時ぐらいになって日が落ちてきて、空港がね、すごいライトアップされていて綺麗なんですよ。久しぶりの空港は楽しいです。で、今見えている通りマッサージ機を発見したので、マッサージを楽しみたいと思います。このマッサージ10分間で300円。マッサージ終わりました。あのですね、このマッサージは本格的です。さらにね、気持ちいいの。首を揉みほぐしてくれたりだとか、特になんだけど私がいいなと思ったのは、足裏をなんかね、ゴツゴツしたものでやってくれるの。なんかマッサージしてくれて、圧をギューってこうやってかけてくれるんですよ。それが気持ちよくて、正直ね、これ一人でいるときやんない方がいいね。寝ちゃう。二人とかでやった方がいいと思う。しかもね、会話し続けないとね、絶対寝ちゃう。気持ちよくて。今私がいるのが第一ターミナルの5階なんですよ。到着ロビーってさ、下の方じゃないですか。だけど行く前の人より帰ってきた人にこれをおすすめしたいです。今ちょうど6時過ぎぐらいになって、そろそろお腹も空いてきましたので、第一ターミナル5階展望デッキの近くにある回転寿司屋さんに行こうかと思います。
タバです。しょっぱいものを食べたら甘いものを食べたくなるんです。ここにスタバがあってよかった。ここにスタバがなかったらまたね、あっちのターミナル、こっちのターミナルって一個となっちゃってましたよね。今ね、ちょうど夜の7時半ぐらいなんですよ。第3ターミナルはね、お店がだいたい午後の8時で終わります。フードコートがあるんですけれども、あそこは長くて8時だって思った方がいいかもしれないですね。一応それホームページの情報なんですけれども、もしかしたらやってないお店もあるかも。ホームページの情報が結構更新されてなかったりとかするんで、チョコレートなんですけど、ビターなチョコレートなんで甘すぎない。もうそこポイント。このくらいの甘さがすごい美味しく食べられる。甘いものはね、体の栄養でもあるんですけれども、心の栄養でもあります。だから食べる、アイスコーヒーのグランデサイズです。空港の中結構あったかいので薄手で大丈夫です。私は結構薄着なんですけども、正直のところを言うと汗だくです。気づいてらっしゃる方いるかもしれないんですけども、私ね、今回ね、食べてるシーン多いんですよ。なぜかっていうと、あの視聴者様にもうちょっとあってもいいというね、リクエストをいただいたからなんです。そういうわけで、あの視聴者様のご要望をなるべくなら取り入れた動画を作っていこうかと思いますので、ぜひコメント欄にね、こんな動画撮ってほしいとか書いてください。こちらの空間、多すぎるガチャ空間、こちらを見てみたくて戻ってきました。せっかくなんで一つ買ってみようということになって300円もらったんですけど、多すぎちゃって決まらなくって、ここ来てからもう30分ぐらい経ってるんですよ、いろいろ見てて。で、結局決めたのがドラえもんドキドキ危機一髪、こちらやってみます。
いただきます。日本に帰ってきた時の味、日本に帰ってきた時以外これ食べないから。あ、これ豚か。あ、うん、日本帰ってきた時はね、牛丼じゃなくて豚汁食べた方がいい。見て、これ大盛り、私さ食べちゃった。これグさんが頼んだ大盛りなんですよ。私あんまり食欲ないから、まあ、ちょっとだけ二口ぐらいもらえればいいかなみたいな感じで言ってたら、私ここまで無言で食べ続けてしまったの、びっくりした今自分で。だからグさんはグさんでね、今これを頼んだの、うん、並盛り。たまに食べる吉牛って美味しいね、うん。23時22分です。おはようございます。朝の6時です。見てわかる通りまだ暗いだけど、私たちはこれからキャットシッターさんとビデオ通話がありますので、第3ターミナルとりあえずこのまま行こうかと思います。第3ターミナルもしかして新しくなりましたか？なんか以前よりねすごい綺麗になってるし、多分ね増設された感じでベンチが増えてますね。だからね、朝早く来てもなんか座れる場所がないとかではなくって、座れる場所があるし、なぜかねニットアートとかがね飾られててカラフル。今もねもちろん工場っぽい雰囲気は保ちつつも、以前よりねちょっとだけおしゃれになった感じがします。Thank you.
第3ターミナルね、今出発すごいね、多い。だから2年前ぐらいからしたら嬉しい状況なんじゃない、きっと。私はボテジューでミックス焼きそばを注文しまして、具さんは博多ラーメンと餃子のセットを注文しました。ボテジューといえば大阪のね、関西国際空港にあって、確かプライオリティパスでさ入ると無料だったっていう話があったけど、あの時ね 2,3 回行って食べたんですけどね、1個2個2個ぐらい3個ぐらい動画撮ったかな、でも1個も出してないんですよね。初めてボテジューの食レポ行きます。イカがね大きくて柔らかい、麺はねなんかパッと見た感じ太いよ、太麺です。うん、太麺で食べ応えがある。麺はねちょっとだけ甘みがある、でもゴテゴテにしつこいほど甘いわけではなくて、ちょっと甘いぐらいなので私でもおいしくいただけるレベルです。あ、ちなみに私砂糖抜きしたことあるからね、砂糖苦手なのだけど今のところ食べられてるから大丈夫。半玉の目玉焼きが乗ってたんですけれども、その目玉焼きを絡めて食べるとまろやかになってすごく美味しい。入っている具はエビ、イカ、豚肉、あとねちっちゃいすごく寂しいぐらいなんだけどキャベツ、豚肉食べてみようかな。エビもイカもねプリプリしてて美味しかった。こちら具さんの頼んだラーメンと餃子です。餃子はねすごいニンニクの香りがする、ね、チャーシュー麺だからチャーシューいただいてみます。煮豚を炙ってある感じ、ちょっとだけ香ばしくなってる。なんかね純粋に博多で食べた博多ラーメンとはちょっと味が違う感じするね。なんか柚子の香りが効いてる、タレがあるのでタレつけていただいてみます。うん、餃子は普通の餃子ですね、餃子餃子です。
これから少しカフェの時間を取ろうと思います。それが終わって一段落したら1時間ぐらい編集をして、これで24時間こちらの空港に来てから時間が経つっていうわけです。24時間空港滞在が終了しました。今だいたいもう午後の3時ぐらいになって日が傾いてきて結構寒いです。成田空港のナイアワーズに関しては午後の2時でチェックアウトが次の日の午前10時なんですよ。その間だいたい20時間はナイアワーズに荷物を置いておけるわけ、疲れたら戻って寝たりとかしながら空港を楽しむことができるわけです。で、基本的に空港で楽しい場所っていうのは成田の場合は第一ターミナルの滑走路が見えるところにある展望デッキなんですよ。私の印象に残ってるのは基本的に私空港のレストランでご飯食べないから空港のレストラン結構美味しいご飯がいろいろあるんだなっていうところが一番印象に残りました。で、ご飯を必ずもうどうしても食べたいっていう風になったらさまようことなくね、例えば第二ターミナルのレストラン街に行ってフラフラしてて、あ、ここも閉まってる、あそこも閉まってるっていう風にやらないようにするためには第三ターミナルにぜひ行ってください。第三ターミナルは基本的に国内線の LCC が飛んでいるので国内線の方が国際線よりお客さん多いです。レストランが基本的に全て空いています。何かを購買したりだとか食べたりだとかそういうのは第三ターミナルで、泊まるっていうのが第二なのね。で、第一が滑走路が見えるところにある展望デッキ、こう第1、第2、第3をこう行ったり来たり行ったり来たりこうしている感じで結構疲れました。今まで私にとって空港っていうのは駅みたいなもんで、新宿駅とかね、ああいう大きい駅ね、でもこう丸々1日ねここにいてみていろいろ歩き回ってみて、なかなか自分が知らない場所だったり知らない施設だったりをちょっと面白いものだったりを知ることができたので、また次もしもね外国行くことになって成田を使うことになったら以前よりはもうちょっと楽しめるかな。例えばなんだけど、例えば祈祷室がね結構いっぱいあるんですよ、この成田空港って。でもオーディオはなかった、だからオーディオも置いてあげたらいいんじゃないのかなとか、勝手に私は思いました。24時間なかなか疲れましたので、私この辺でまた失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。いいねボタン、コメント、チャンネル登録、この3つセットでどうぞよろしくお願いします。また皆さんは次の動画でお会いしましょう。